桜草花は北半球の団体から艦隊を中心に広く分布する皮脂植物の都画である。従来の分類体系による桜草花、ヤブコジカ、テオフラスタカ及び伊豆ョウ花を含んだ抗義の桜草花としては、世界に60から80属、2300から2600種が知られ、日本には8の10属、50種余りが分布する。 ほとんどが一年草と多年草で、稀に茎の基部が宿損し小庭牧場になる。多くの種が葉のない直立した茎の先端に綺麗な花をつける。通常、根茎か開根がある。葉は単葉で、通常を耐性、または臨性し、しばしば多細胞の関節毛、または粉状物を有する。花は合弁が多く、大部分は放射奏症で、 通常五数星。五本のおしべは花弁と耐性し、通常花筒につく。脂肪は一室で上位時に注意。中央に直立する原座に多くの廃種がつく。果実は果てで、種子には胚乳がある。特殊な原座の形態からかつてはなでしこめに類縁があるとも考えられた。現在ではヤブコウジに禁煙とされ、 APG 植物分類体系では、シクラメンなどは、ヤブコウジカに、ハイハマボス属は、テオフラシタカに移された。さらに、APG 植物分類体系第3版では、これらすべてが、桜草科としてまとめられている。なお、APG の体系に、桜草目はなく、桜草科ツツジ目に含まれる。イカの属は、従来のヤブコウジカの系統に含められる。の属は、 従来の手を振らた高の系統に含められる。干渉植物として人気のあるものも多い。桜相属の桜草は日本産の野草で古くから栽培され多数の品種が伝えられる。同じ仲間をヨーロッパで園芸化した品種群をプリムラと呼び、花形と褐色が多彩で約300の品種がある。公園によく植えられるが一般の庭でも栽培される。 他にクリーンソーのように栽培されているものも多く、野外では最終圧によって減少しているものが多い。シクラメンは晩秋から早春の花で形の面白さから室内で栽培される。ありがとうございます。